平和宣言では冒頭で今の国際情勢について各国間の緊張関係が高まり核兵器廃絶への動きが停滞していることを指摘することにしています。そして世界の人々にかつて戦争のない世界を目指し協調体制の構築を誓ったことを思い出すよう促し、各国の首脳らには市民社会が目指す理想に向けて前進するよう訴えるとしています。その上で日本政府に対して核兵器禁止条約の署名・実施を望む被爆者の思いをしっかり受け止めるとともに、核兵器のない世界の実現にさらに一歩踏み込んでリーダーシップを発揮するよう求めるとしています。一方、被爆の実相を当事者の言葉で伝えようと当時5歳だった被爆者が原爆投下直後の惨状を読んだ患者が初めて盛り込まれることになりました。マスメイトは国際社会、市民社会が被爆者の思いを受け止めて核軍縮、禁止、廃絶という流れを作る努力を継承してほしいと述べました。為替と株の値動きです。今日の東京外国為替市場の円相場は現在ドルに対しては昨日に比べて62銭円安ドル高の1ドル109円17銭から19銭で取引されています。またユーロに対しては44円円高ユーロ安、44銭円高ユーロ安の1ユーロ120円61銭から64銭で取引されています。東京株式市場の日経平均株価は昨日に比べて13円89銭安い2万1507円64銭、また東証株価指数トピックスは 0.51 上がって1565.652になっています。日のニュース、杉島がお伝えしました。